はい、今回よりですねまた新たにプレイしていきたいと思います。戦国伝であの武将をやっていこうかなと思ったんですけど、一回前大好きなの武田信玄、武田晴信でプレイしてもいいかなと思ってここを選んでみます。速攻でなるべく早い期間で、存命中に、全国統一を成し遂げたいなというふうに考えておりますので、よろしくお願いします。で戦国伝っていうなんか出たんですけど、まあ、それはあのやっていってもいいかなと思ってます。これは砥石城とか攻めるからまだか。地業がね、地業制度がめんどくさいんですよね。まあ解任しちゃうかな。それで、まあ、積極的に部下を移動させていこう。さあ攻めてみようかな。あ、3枚。3000、6000、6000。上原城攻めようかな。まあ、下行った方がいいんですよね。小田原攻めとかありかな。ないか。あ、八王子城っていうのが、ああ、ちょっと結構厳しいんだな、やっぱり。上原城攻めますか。ね、いきなり、線だからね。風の如く、速やかに動け。出陣するぞ。さあ、で建設で進出しなきゃダメってことか。攻略しときたいな。人いないじゃんね。全然。すごい攻めれそうだね。よし。止まれ。ん？どういうこと？待機、なんで待機すんの？なさねばならぬ。かしこまりました。行場を始めましょう。先月の終日。もしかしてこれ同盟してんの、上原城って。あ、さっき婚姻破棄してないからか。
愛好で破棄しなきゃいけないのか。そういうことですか。外交でこれ破棄するってどうやんの。外交で戦国で諏訪家との1551年ちょっと待って、戦国でもう一回見よう。1542年8月、8月でだから起きてんだよな。婚姻でやってもしょうがないし、先月の収支です。かな、追放すんのかな、諏訪家だから。これ誰筋追放すんだろう。婚姻関係って誰とあるんだろう。武田信虎、これ見た方がいいのか。
ちょっと待ってください、これどうやって、これどうやって破棄するんですか、婚約を。発揮できそうなんで行きましょう。出陣する。なかなか発揮のモードが出ないでしたね、出ないですね。出陣するぞ。よし、上原城を包囲する。加勢します。遊びは終わりだ。養生を始めましょう。先月の収支です。ミブちゃんやっぱりダメかな。ああ間違えちゃった、まあいいや。これが戦の作法よ。敵将捕獲した。ああこの隣か。3500500。もうこのまま攻めちゃうから。養生を始めましょう。先月の収支です。もう一回治療配属して移動したすっといて
授業あったよ。すまんかった、解任させたの。能力低い人、松野、松田。はい、頑張って。さあ、建設していこう。寝室、ここすげえしょうもない。このまま進めちゃいますか。違うって、こっちだって。報告いたしますぞ、報告いたしますぞ、報告いたしますぞ。先月の収支です。そっか、今整備してんのか。助太刀いたす。これも乱世の定めよ。逃げ場などありはせぬ。こもっていては勝てぬぞ。養生を始めましょう。報告いたしますぞ。先月の収支です。報告いたしますぞ。安城の方すげえ政治が使える。
小田原城落としたよな先に。これ上杉はやるよりか北条だと思うんだよな。だから上杉とちょっとあれだな、よし行くぞ。攻め崩せ、加勢します。養生を始めましょう。報告いたしますぞ。先月の収支です。報告いたしますぞ。診断作ってなくて一文集。縁組もおっしゃうか。御用を受けたまわります。 OK。これより我らのものよ。砥石城か。真田家来た。真田家来たかとかあれかな。もう一族にしちゃおうかな。これ飯田城攻めておこうか。このまま わしがやろう。承知いたしました。報告いたしますぞ。先月の収支です。報告いたしますぞ。サラダを一族に入れました。いいな、武田信玄の音楽。とりあえずあれかな。
して、攻略。養生を始めましょう。報告いたしますぞ。報告いたしますぞ。先月の収支です。外交で、同盟を結びたいけど工作中なのか。水田が豊富にできるね。あれ牧場作れないの？資源を有してない。鉄道はそういうこと。だ牧場ができそうなところでやな作らなきゃいけないとか。よし、オッケー。囲め！養生を始めましょう。報告いたしますぞ。報告いたしますぞ。先月の収支です。はい、一回ここで切りたいと思います。引き続き、なるべく戦国伝に、忠実になりながらやっていきたいと思いますので、次回もよろしければ、ご視聴いただければと思います。